皆さんこんにちは。ホジドラ写真家タイムラプスクリエイターの成澤宏之です。ニコン Z8 の、暗所での動画性能についてちょっとお話をしたいと思います。このカメラ、私のメイン機になってます。めちゃめちゃ気に入ってて、ずっと去年発売されたやつだよね、ずっと使ってるわけですけども、私ですね、ちょっと前にカナダのイエローナイフというところにオーロラの撮影に行ってきました。まあ、自分のお師匠さんですね、の田中雅美先生が主催するプライベートツアーにね、参加してきたんですけども、こちらにショートムービーをアップしていまして、まあ、これを見ていただければどういう動画が撮れたのか、どういう体験ができたのか大体わかるんですけども、この動画を見ている中で、ですね、オーロラのクローズアップの部分で妙に画質いいところがあるんですよ。急に画質良くなるところがあって、それはね、この Z8 で撮ったやつなんですよ。今日の動画、どれだけ需要があるか分かりませんが、一応私が経験したことを動画にしておきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。私が今回イエローナイフでオーロラの撮影をするっていう風に決まった時にですね、どういう撮影をしようかなと思ったんですけど、もちろんタイムラプスでも、オーロラの表現をしたいなと思ったんですけども、オーロラって、まあ田中先生を含め先人の方々がいろいろな記録映像を残してらっしゃるんですけど、それを見る限りめちゃめちゃ動きが速いなって思ったんですよ。このブレイクアップっていうオーロラが一番その明るくなる現象があるんですが、そのブレイクアップが起こった時っていうのは非常に動きが速いんですね。そのブレイクアップの起こったオーロラをタイムラプスで撮ろうとすると、やっぱね、どう頑張っても速いんですよ。1秒とか2秒の露出でもめちゃめちゃ動きが速い、5秒でもだいぶバタバタした動画になるなっていう感じがあって、リアルタイム動画で撮るのがベストなんだろうなと思っていたんですね。ただ引いた状態での動画だとどうしても感度を上げなきゃいけなくなるんですよ。私たまにですね、星空のライブ配信やってまして、そのライブ配信をするときはですね、まあ、ソニーのカメラを使って感度102400で F0.95 っていうラオアのレンズを使って、そしてシャッタースピードを、25分の1か、まあ要は、24フレームにして、それ以下のシャッタースピードにならないように、基本的に動画の、基本を守って撮影をしているんですけども、感度ってこう増幅させる行為なので、そもそも、カメラに入ってくる光が増えているわけではないじゃないですか。だから、ライブ配信だとどうしてもその場で明るく見せるために感度を上げなきゃいけないんですけど、作品にするってなると感度を上げる必要はないなと思ったんですね。なおかつ広く撮ってるから、なんていうか、こう暗い部分も明るいところもあるので、感度を上げないと全体的な明るさが保てないような感じなんですけど、もしも明るいところのオーロラをクローズアップして撮ると構図の中の光はめちゃめちゃ明るくなりますよね。だからニコンの Z8 で、ロー動画ね、あとで調整が効く N ローで、記録をして、オーロラの明るい部分のクローズアップで明るい部分だけを撮れば感度下げて撮れるんじゃないかなと思ったんですよ。で、最初50の 1.2 とか持ってこうかなと思ったんですけど、どうせならと思ってですね、ダメ元でニコンさんにオーロラの撮影行くんですけど、ノクト買ってもらえませんかって言ったんですよね。はい、58mm の F0.95 というやつですね。その旅の間ですね、特別にお貸し出しいただくことができて、今まあそのレンズはもちろん手元にないんですけど、この Z8 と 58mm F0.95 のノクトで、オーロラを撮ることができました。その動画がこちらになりますね。で、これが実際その、動画のタイムラインですよね。はい、私が制作した作品のタイムラインになるんですけども、この部分ですね、去年こういう、なんていうか、ちょっと引き気味、ワイド気味のカットっていうのは、ソニーの ZV-E1 と、ラオアの 35mm F0.95 か、アルガスってやつですね。アーガスかな、うん、それで撮影しているんですが、こういうところです。これ、クローズアップのところね。こう引いた場面からクローズアップのところに切り替わると、ちょっと拡大しますね、切り替わると急に画質上がるんですよね。急に画質が上がるんですよ。で、この急に画質が上がったところが Z8 プラスノクトで撮影したやつなんですけど、
これはいろいろノイズ処理をしたものなので、元々のデータをお見せしたいと思います。これ、N ローで撮影した時って、その N ロー、NEV かなっていう、動画のローファイル形式と、プレビュー用の MP4 のファイルっていうのが作られるんですよ。そのプレビュー用の MP4 ファイルっていうのがこちらなんですね。見てみましょう。はい。まあ、ノイズね、処理をしてないので、ちょっとざらつきはありますが、そのまんまの動画です。そのまんま動画です。下の方がね、明るいんでね、この辺を参考にしてもらうといいと思うんですけど。いや、私の狙い通りですね、やっぱクローズアップして明るいレンズでやると、これ感度ね、25,600なんですよ。感度25,600で、シャッタースピードが25分の1っていうシャッタースピードで撮影できてるんですけど、まあ狙い通りですね、やっぱりこのクローズアップして明るいところだけを撮影してれば、感度を落として、画質を確保して撮影することが可能だっていうことが、やっぱりできたんですけども、にしてもさ、すごい綺麗じゃない？で、ここからいろいろ追い込むことができたんですけど、やっぱり通常のそのローじゃない動画と違って、すごくですね、なんかリッチな画質になったんですよね。で、特にレイって言うんですけど、どの辺で見えるかな？この辺かな？このオーロラのこの縦の筋筋あるでしょ？この筋筋をこのレイって言うんですが、これをパラ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 ってこうやって動いていくんですよ。これが表現するにはやっぱタイムラプスで無理だったので、動画で撮影したわけですが、まあ大正解でしたね。これ手持ちで撮影してるんでちょっとガタガタしますけど。はい。もう大正解でした。すごく綺麗に撮れたよっていう話ですね。だから、ローの動画ってすごいなって。まあ私、そんなに N ローで撮るってことはありましたけど、そんな対応しなかったんですが、今回の経験を通じてですね、いろんな場面でちょっと N ローで残していこうかなっていう感じの印象を持ちましたね。この辺とかも、うわ、すごい綺麗なんですよ。これ、未処理ですからね。カメラの中に残ってる MP4 のファイル、そのままです。はい。すごい綺麗なんですよ。で、もう一個言っておくと、Z6III も、実はお借りしてですね、持って行ってたんですね。で、Z6III でも同じく、ローの動画撮ってみたんですけど、はい。もちろんね、同じ場面じゃないんですが、設定は同じです。はい、この辺見てみましょう。すごいひらひら綺麗に撮ってます。これも N ローで撮影して、カメラの中で作られた MP4、プレビュー用の MP4 ファイルを今見ていただいてるんですよ。はい。でね、Z8 と、まあ、同じタイミングでもう、比較してるってわけじゃないんですけど、Z8 と撮影したものと比べると、Z6III よりも、Z8 の方がいいっぽいですね。まあ、この辺やっぱフラッグシップだけあって、もしかしたら差があるのかもしれないけど、こっちの方が高画素じゃないですか。にもかかわらずなんですよね。で、実際私もまだまだ未検証な部分が多いので、今は、まあ、撮った感想っていうところでしかないんですけども、まあ、この、MP4 ファイルっていうのは、フルハイビジョンで確か記録されているんですよね。だから、オーバーサンプリングっていうか、条件は Z8 も Z6III も同じはずなんですけど、このプレビュー5だけ見る限りは、Z8 の方が綺麗だなっていう感じなんですね。ちょっともう一回 Z8 を見てみましょうか。はい。この辺見たらいいですかね。さっきの Z6III の方が、多分、オーロラ的には明るいんですけど、こっちの方がね、よく見えるんだよな。うん。みたいな感じでね、まあ、検証というか、体感しましたよ、というところなんですね。で、まあね、このノクトがね、やっぱりいいですね。オーロラを撮影してるとはいえ、まあ、背景には星がありますから、やっぱりその隅々にですね、映る点が、どういった状況なのかっていうのは気になるんですけど、F0.95 でもやっぱり、隅々まで星がもうびっちり点なんですよね。もうすごいレンズだなと思いましたけど、まあ値段が値段なんでそこまでねの性能出てないと困るよっていう感じだったんですけど、まあなんか
このレンズでこういうオーロラを記録できたっていうのがですね、私的には非常に今回いい経験になりました。のでまあなんていうか、まあ今日の動画はこんな感じで、なんというか、取り留めもない話なんですけども、まあ Z の N ロすげえなっていう話ですねで終わりたいと思います。楽しんでいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。